まず遠藤選手自身、9試合ぶりの出場となりましたがどんな指示を受けてピッチに入りましたかそうですね、まあ、そのやっぱ背後に抜けるという部分ではまあ自分の強みですし、まあ、チームの,まあその一つの一つコンセプトなんで、まあ、そこに対してもっと、まあ、自分の中では何本か抜けられた部分はあったんですけど、まあ、もっと積極的にやっていかないといけないなというのは感じましたね。 その中でチームとして結果は0対0引き分けでしたどのよううに感じてますかそうですかそでね。まあ、僕自身、チャンスもあったので、まあ、決めればヒーローになれたし、まあ、チームも、うん、それで勝ち点を取れるチャンスがあったので、まあ、すごい決めれなかったら、まあ、っ今週の準備もまだ足りなかったかなとうう試合全体を振り返って前半、外から見ている印象と実際後半入ってからどのように感じましたか。そうですね。まあ うんまあ、やることは変わらないんですけどもそれがうまくやれてるのかやれてないかって言われたら、まあ、やっぱ前半に比べてやっぱ後半の方がやれていた部分があったので、まあ、自分が入ってもその部分を落とさずに、まあ、もっとアグレッシブにやろうとうう考えていたので、うんまあ、やっぱ一番その決められる部分で決めれなかったのが一番残念ですね残りリーグ戦9試合となりました次への意気込みをお願いしますそう一、ねまあ、試合一試合、次の試合に向けてしっかり一日一日,日いい準備すれば、まあ、結果も出せるチャンスがくると思うし。 まあ、結果もついてくると思うんで、まあ、しっかり一日一日大事に準備していきたいと思います。具体的に個人としては、どのようなところを積み上げていきたいですか。そうですね。まあ、一つ一つの練習がすごい大事だと思うんで、まあ、その部分をしっかりもっと一個一個集中して。も、ま、う、あ、本当百パーセント。まあ、それ以上の部分を出せるように、一個一個練習から集中してやっていきたいと思います。次も期待しています。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。